人類への復讐とでも言っておこうか。高校3年生。同級生の話によると果てさてパズルってゲームの開発者みたい。それって今流行ってるあのパズルゲームの？ここは電脳救命センター、通称 CR。 バグスターウイルスに対抗するために作られた国民施設よ。バグスターウイルスってゲームの世界から生まれたウイルスです。感染するとゲーム病を患うんだ。そのような病があったとは初耳だしな。症状が計測できない。感染してるはずなのに、なんで？タケル君も感染してるはずだけど、熱っぽく感じない？俺は平気です。痩せ我慢は体に毒ですよ。熱はないみたいです。